はい、ではよろしくお願いいたします。はい、今日は、サムの意義についてというテーマで、皆さんにお話をさせていただきたいと思います。でこの言葉は、これ何て読みますか、掃除という漢字ですね、この掃除というのと、先ほどのこのサムというのとですね、どこが違うんだろうかということから今日はお話をしたいと思います。これは例えばほうきで掃くというようにし、そういうことですね。掃くという、そういう字であります。これはいわゆる、まあ、取り除く、除くという字ですね。ですので掃除というのは、ほうきで掃いたり、あるいは雑巾で床を拭いたり、などしてですね、いわゆる塵やほこりをですね取り除くと、そういう、まあ、行為を表しているのがこの掃除というものであります。小林寺拳法ではだいたいサムといえば掃除ということになっているかと思います。でこのサムなんですが、先ほどの掃除と何がどう違うんだろうか、この字をよく見てください。まずこの無というのは、勤めるという字ですね。何を勤めるんだろうか、何かの役割を勤めるときにこの無という字を使います。ではこの作るという字は何を作ってるんでしょうか。それは自分の役割を自分で作るということなんです。例えば小学生の方であれば、学校で何かの役割を与えられたとします。あるいは、会社に勤めている方であれば、上司からある仕事を与えられるんですね。で、与えられるんですけれども、与えられたからやるのではなくして、これは理想かもしれませんけれども、私たちが求めているのは与えられてから動くのではなくて、自ら自分がなすべきことに気づき、それを考え、それに取り組んでいく、自分で役割を作り、その役割を自分で務めていくという非常に積極的な意味合いがこのサムという字にはあるんです。自分でその道場が今、ここの部分がちょっと汚れているな、あるいはここ少しなんか、湿気があって拭いた方がいいな、そういうようにして自分で気づき、自分でその役割、今なすべきこと、自分ができることは何か、それに気づき、自分でその役割を作り、その務めをなすことをサムというふうに言っているんです。非常にこのサムという言葉の意味は実は深いんですね。単なる掃除ではなくて、そこに自分から積極的に行く、というような、そういうですね、そういう姿勢で、いわゆる掃除に臨んでくださればというふうに思うんです。サムというものを行うにはですね、何にも考えずに行うんではいけませんよね。自分の頭をですね働かせて、これがですね非常に大事なんです。頭を働かせなかったらやっぱり、学びにはつながらないですよね。自分の中で、ここをこういうふうにしようということで、積極的に頭を働かせて自分でやることは何なのか、それをですね掃除という行為を通じて行っていただければなというふうに思うんです。少林寺拳法の道場だけではなくして、皆さんの学校や、会社においても、この掃除をする時間は一修行者として、自分はサムをしているんだという気持ちになって、頭を働かせて、取り組んでいただくと良いんじゃないかなというふうに思います。ゴミが落ちているなっていうふうに気づいたら、あ、今はサムの時間じゃないからいいか、ね、とか誰か担当が拾ってくれるからいいかっていうのではなくして、自分で、あ、これゴミだって気づいたら、あ、これもう捨てちゃおう、拾って捨てちゃおうっていうようにして、気づいたら即行動に移すというのも、私はこのサムに
からですね、つながるものではないかなというふうに思います。気づくことから気づいて終わるんではなくて、実際に行動に起こせるかどうか、それを積み重ねられる人とずっと見過ごしてしまう人では、人間的成長が私は、もう天と地の差ができるんではないかなというふうにも思うんですね。ぜひ皆さん、少林寺拳法の道場ではもちろんですけれども、それ以外での私生活においてもですね、何かそういうものに気づいたら、自分でできるものは何かっていうことを頭を働かせて行動ができるようにしてくださればなというふうに思うんですね。まあ、いずれにしましても、このサムを行いますと、まず、まあ、道場でもですね、見た目が非常に綺麗になります。ですこの綺麗になったなっていうのを眺めると、その眺めたのが今度は自分の心に返ってきて、自分のですね、やはり心にこうある積もってしまっている、塵や埃というものもですね、払われていくような気がすると思います。心の塵や心の埃ですね、これを、払おうと思ってサムをする必要はありません。ご自身が今なすべきことを集中して、それをしっかりやれば、結果的に自分の心はすがすがしくなって、自分の曇っていた心、少し汚れていたなっていう心が、その塵や埃がですね、振り払われるんではないかなというふうに思っています。